2024中日打線、ガチのマジで強すぎることが判明。こちら中日打線、くっそ強い打線となっております。思ったよりしょぼいな。せっかく中島取ったのにショートで使わんのか。控えにブライト、鵜飼村、松、中地と他球団ならレギュラークラスが揃ってるのもやべえわ。リュークのところどうにかならんか。ビシエドってどうなったんだ。リアルっぽい成績出すのやめろ。コンポジらずいつポジるんだよ。中田のレフト、中島のセカンドってもう無理なの。守備固め前提でも来季総得点350割りそうな打線やな。2年続けて結果残せるような選手ならここまでいぶってないんちゃうかな。大竹にも言えるけど、来年の塩玉ってもう決まってるの。飛びそう。村松はウィンターリーグで覚醒したで。ウィンターリーグで OPS849 のどこが覚醒なんや。クソしょぼんやん。宇佐美は登場曲どうするんかな。新庄は3年目にそれなりに補強してもらってんのに、立浪はウォーマイナスの中田だけなのかわいそうだわ。ミスタードラゴンズの使い捨てやん。これから立浪の粛清トレードあるんかな。ご視聴ありがとうございました。